しみこ超意識低い KTV。 やっぴー、ウィンターシーズンが開幕します。まあ今日11月18日なんですけど、いやー、オフシーズン長いようで短かった。約半年6ヶ月、いよいよね、来ましたね。まあクロスカントリースキーはオフシーズンが長いスポーツなんで、準備期間が半年ぐらいあるっていうのは良かったり悪かったりするんですけど、まあいいかなって個人的には思ってます。なんかオールシーズンでやれれば、まあ、で今日は僕ここ家住んでるんですけど、次帰ってくるのが1月の10日なんですよね、予定通りなら。だから1ヶ月半ちょいぐらいこの家を寂しがってるやつがいるんですよ。僕が家からいなくなるのことによって寂しがってるやつがいるんですよ、約1名。今日はね、その方をちょっと久々に呼んでみたいと思います。こんにちは。こんにちは、わたしもりです。シャボちゃんです。みんなやっぴー。いやー、シャボちゃん久しぶりの登場だね。本当ですよ、しみこさん、全然私のこと出してくれないんだから。ごめんごめん、ちょっと最近動画撮影をさ、若干サボっててやる気を失ってました。もうシャムの出番なさすぎてちょっと本当に拗ねてました。そんなことより明日から北海道行くんですって。いや、そうなんだよ。まあ、1ヶ月と20日間ぐらいだけど、ちょっとシャムちゃん、留守番頼むわ。家の留守番寂しいです。シャム一人で留守番するの寂しいです。シャムも北海道に行きたいです。いや、シャムちゃん来てもさ、正直何もすることないよ、シャモちゃん。そんなことないです、シャモ。ご飯よそいたいです。いやいや、それはさ、いるから。もうシャモちゃんはうちのシャモちゃんであって、合宿ごとのその泊まる宿泊施設にもちゃんとそのご飯よそうシャモちゃんじゃない、シャモくんとかシャモゾウくんとかシャモ太郎くんとかシャモミちゃんとかいるからさ、もうダメよ、その仕事取ったら。シャモちゃん、だってシャモ寂しい、寂しいし、シミコーちゃんから離れたくないんだもん。いや、まあそう思ってくれるのは嬉しいけどさ、確かに嬉しいけど、ありがとうシャモちゃん。でもまあそういう会えない時間もやっぱ俺らの絆を強くすると思うんだよね。だから、そういう時間も大切にしていこうよ。たった二人っきりのね、この家の家族だからさ、俺がいない間、俺らの家のキッチンスペースを、特にお米の保管をね、シャモちゃんに託すから、頼むね、シャモちゃん。わかりました。頑張ります、シャモ。このお家守ります。北海道で練習もそうだけど、試合頑張ってきてくださいね。シャモが毎日炊いてよそったご飯、しみこうさんの体を強くできたか心配だったけど、その成果が出るように、しみこうさん、ご飯の成果、練習の成果出るように頑張ってきてね。ありがとう。じゃあ俺今シーズン頑張る。だからもしいい結果出せたら、シャモちゃん、美味しいご飯また炊いてくれますか？オッケー。